今度はどんな場所に連れてってくれんのかな。はあ、あんたは楽しそうでいいわね。お前ら一応警戒はしとけよ。それってこの島の奴らのことか、それともアディオのことを言ってんのか。どっちもだ。その今の力を試すにはうってつけだな。数で攻めようってのか。面白い。まとめて相手になってやる。来いよ。切られる覚悟があるならな。鬼。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのガトリング。ゾロ、次も俺に任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。調子がいいぞ。今の力を試すにはうってつけだな。やる気みてえだな。せいぜい負けないようにな。ここで負けるようなことがあったら腹切って詫びてやるよ。引かねえなら切るまでだ。鬼。俺が相手だ。ゴムゴムのガトリング。よし、飯にしよう。どっかに肉ねえのか。俺は強くならなくちゃいけねえ。マリモのやつには負けねえ。俺がキャプテンウソップだ。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。アディオ、大きなキューブはそこに。ああ、その可能性は高い。リムはそこに飛ばしているということか。さあ、わからないな。リム自身は意識してないみたいだが。この辺にいる奴ら、なんか宝は渡さない。危険な天候にご注意ください。竜巻。団体様ご案内ってか。来いよ、俺がまとめて面倒見てやる。ぶっ飛ばす。ゴムゴムのガトリング。ゾロ、次も俺にま。やった。力を取りも。レリーには指一本触れさせぬ。勝負だ。ゴムゴムのピストル。引かねえなら切るまでだ。竜巻。注意ください。
どうすっかな。ゴムゴムのガソリンだ。やるか。鬼。マリモ。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。あいつを何とかしなきゃ。効かねえなら切るまでだ。鬼。こっちだ。早く来い。お前ら遅れるんじゃねえぞ。俺は負けねえ。ゴムゴムのガソリンだ。来いよ。切られる覚悟。鬼。こいつが雷の巨像の潜む雷鳴の遺構だ。迂闊に近寄るなよ。強烈な結界の餌食に。結界ってなんだ。見ての通り雷による電撃さ。強烈な放電で何でも黒焦げになっちまう。なんだ雷か。おい何してるんだルフィ。なんだと。
の体はゴムだからな。雷は効かねえんだ。結界は消えちまったみてえだな。まあ、先に進もうぜ。変わった構造ね。どういう目的なのか。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことだ。気象現象の研究なんてウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味が探検家として興味。行っちゃやってやるか。私一人じゃ。よし、かかってこい。ゴムゴムのガトリング。ここが正念場だ。刀の鍵にしてやる。レディーが待ってる。今行く。私、俺、探検家として興味ないわけがなかろうに。かかってきやがる。悪いが、加減するつもりはねえ。鬼、行くぞ。ゴムゴムのガトリング。変わった装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは、浜で降ってきた凍った雷も何か関係あんのか。そうね、無関係ではなさそうね。じゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても、得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。これどうなってんだ。すごい装置もあったもんだぜ。結局この光は何なんだ。よし、かかってこい。ゴムゴムのガトリング。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。
この足でてめえも仕留める。今行く。マナーがなってねえの。なるほど、これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。電気が通ってりゃな。よし、かかってこい。ゴムゴムのガトリング。俺に任せろ。行かねえよ。今行く。おりゃ。天候の変化にご行くわよ。えいさん。粋なことするじゃねえか。逃がさねえ。めっ、いい風つこ。お、さっきの装置、今度は二つあるみたいだな。何か。これは石板ね。何が書かれてるか分かるのか、アロビン。もっといろいろ調べてみないと。これだけじゃ分からないわ。触れさせぬ。竜巻。やるじゃねえか。ゴムゴムのバズーカ。
レディーが待ってる。待ってろ。なめんじゃねえ。俺なんか光ってんな。よっ。今の力を試すにはうってつけだな。待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。行くわよ。こんな俺な、なんだこれ。光る壁を消さねえと、イカズチの巨像にはたどり着けねえらしいな。この電気止めるスイッチはないのかしら。床に通電させる装置があったくらいだし、電気を止めるスイッチもあるはずだけど。よし、じゃあ近くの部屋から探していこう。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。竜巻。今行く。バースコート。俺の仲間に手出す。次はどいつだ。うりゃ。目ざか。お、はしごだ。あったぞ、装置だ。やるときはやるんだから。ゴムゴムのバズーカ。シシシ、やったな。ちょっとこっちによこさないでよ。俺がまとめて相手してやる。鬼レディーが待ってるっていうのに。俺に任せろ。オラ。あんたたちなんか。えい。逃がさねえ。さらよ。あたかいつ。よっ。よし、来れたぞ。便利な体だな。
かかってきやがる。ご注意ください。ゴムゴムのガトリング。覚悟しろ鬼。お前ら遅れるんじゃねえぞ。ゴムゴムのバズーカ。その程度だ。修行にはちょうどいいな。行くわよ、サイクロン。レディーが待ってるっていうのに、まったく。ムートンショット。穴どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。とりゃあ、おお、ようやく出れたぞ。よし、レディーには指一本触れさせぬ。やるか。レディーが待ってる。待ってろ。
海の。今の力を試すにはうってつけだな。ゴムゴムのガトリンガー、ぶった切る竜巻。俺、おい見ろ、ツタだ。かなり上から伸びてきてるみたいな。よっ、うひょー、あ、スイッチのやつだ。よし、下も見てみようぜ。今の力を試すにはうってつけだな。いくわよ、サイクロンクーパー。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮なやつ。悪いが、加減するつもりはねえ。こいつがイカズチの巨像かよ。古い紋章がついているわね。炎の巨像と同じものだわ。そうか、じゃあこいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに任せた。ウソップ、あんたも戦うの。こいつ、強えな。ゴムゴムのやってくれたわね。今行く。バースコート、きっちり型をつけるとするか。行くぞ鬼。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。ミラージュ。ちょっとは本気出さねえとな。効か
かねえな。ゴムゴムのバズーカ。雷なら、あ、よっしゃ、こっち、あた、この怪物、大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、おめえすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなものだ。もっとも生きてるものは掴めねえよな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜ、アディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？こいつは…どうした、アディオ？いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったらすぐに教えてやるよ。そうか、分かった。光は何だ？わかりません。でもあの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ何を企んでやがる。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする？万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。